会場にお集まりの皆さん、こんばんは。すいません、今週になりました。初めそこチームガラスと申します。ナンバートゥエルブ山崎さんで踊らせていただきました。少しお話をさせていただきます。すでにご覧になっている方は多くいらっしゃるかと思います。ガラス、本年2024年の一杯の活動をもちまして、凍結いたします。つまりもっと分かりやすいように言いますと、来年2025年以降の活動ではございません。理由についてお話しします。何も綺麗事でもカッコつけるわけでも何でもなく、シンプルに僕が代表の僕が家族との時間を今は大事にしたい、優先したい、そういうふうに思ったのが一番大きなきっかけでございます。昨年2023年コロナが明けて、ワンシーズン綺麗にワンシーズン通してカラスとしての久しぶりの活動をしました。その中で毎週練習あります、遠征もあります。そういった中で家族、僕も子供がいます。子供も練習に連れて一緒に楽しんでということではございますが、父ちゃん遊ぼうよというのに答えられない時間が多かったです。父ちゃん遊ぼうよ、これ5年後言います10年後言います、言わないじゃないですか。じゃあ今何が自分にとって大事なのかな、一番大切にしなきゃいけないものなのかなっていうのを昨年ワンシーズン通して感じることがありました。正直今でもよし、じゃあやめます、投げしますっていうふうには一回も思ってないです。昨年も暮れからずっと考えてました。どうするべきなのか、もう去年時点で畳んでしまうかと、そういうものも考えました。でも最初ただ僕の野望、僕が自分が集めた仲間で自分が作った作品でどこまでいけるのか試したくてカラスを立ち上げました。自分のわがままで立ち上げたチームが今は多くのメンバーがいて、僕だけのためじゃない、カラスをより横にしている、大切にしているメンバーがたくさんいる中で、もう自分だけのチームではなくなりました。たくさん迷いました。今でもちょっとふわふわしてます。そんな中ででもやっぱり自分が今何を大切にしたいのかなっていうところは考えても考えても変わりませんでした。まあ、カラスを立ち上げて14年、いろいろ挑戦してやってきました。満足している部分もございます。凍結という表現に関して、中途半端だな、そういうふうに聞こえる方もいらっしゃると思います。でも、まあ、自分のことなんで、また5年後10年後気が向いた時にちょっとワンシーズンやろうかな、曲作ろうかな、はい、じゃあ1年頑張る人集合、言いかねないな、そういうふうに思いました。あと、今年最後の作品ではありますが、ナンバー12、そのままナンバー続きになってます。まあ、最初は立ち上げた時、最後の締めの年はラストナンバーみたいに区切ろうかなと思ってました。あと解散っていう言葉ね、結構悲しみが起きるじゃないですか。我々をご存知の方、そうでない方にとっても、まあ、どこの祭り行ってもまずその解散という言葉がよぎるんで、なんか悲しみをまとった状態でやるじゃないですか。そうはしたくないです。一回一回もう何も考えないでシンプルに作品を楽しんでほしい、我々も楽しんで一生懸命やりたい、そういう思いから解散という表現にはしませんでした。また僕がやりたいときに思ったときに招集かけようかなと、そういうふうな思いで凍結というふうに表現します。ご理解ください。この曲カラスナンバー12、名もなき3点について、皆さん、よさこいの良さ、僕は一つ、これずっと言ってます。よさこいって4年前の8月どこで何してたっけな、6年前何月どこで何してたっけな、何着てたっけなみたいなのがめちゃめちゃはっきり思い出せるんですよね。遠征行ってますし、イベント出ますし、衣装着てますから、その過去の思い出たちがより鮮明に具体的に色濃く自分の中で残ります。それって、まあ、コロナ期間を経て思いました。コロナ期間の休日の思い出、楽しかったことももちろんたくさんあります。出かけたりしました。でもあれって何月だったっけな、
いつのことだったっけな、はっきり思い出せないですよね。それで去年帰ってきて、やっぱりよさこいの素晴らしさってそこにあるんだなというふうに強く感じました。平日を過ごして、我々カラスは日曜日が練習日です。イベントに向けて練習してます。次で言えば食楽、木更津、夏に向けていろいろイベントがございます。遠征もします。そういったお祭り、名前のある休日、日曜日だけでなく、振り返ってみるとただの練習日、名前のない日曜日でも、僕にとっては振り返ってみればカラスというチームの存在が、仲間の存在が自分にとって特別な日に、特別な日曜日にしてくれていたと、そういうふうに感じました。これまでは勝つために自分が何を表現したいか、面白い作品を作るために場面場面を区切って考えていました。今作はこれまでと違った作り方をしてます。今までの自分の作り方の固定概念を壊して作ってます。なので自由に型にはまらず作ってます。とにかく我々の4分半踊る生き様、踊り様、これで生の地さんで、我々にとって日曜日がどんな存在だったのか、どれだけ大切なものなのか感じてもらえればというふうに思いを込めて、ナモナキサンデーという名前を付けました。本日はナモナキサンデーのフライングお披露目会ということでお集まりいただきました。本当にありがとうございます。いじっちゃおうかな。千葉県外から来たっていう人、拍手。いる。関東県外から来たよっていう人、拍手。マジで素晴らしい。ちょっと見えないから今通すね。はい、それでは本日は名もなきサンデーのフライトお披露目会ということでございますが、我々のエゴの時間でございます。ところがそのエゴになんと約200人の皆様が付き合ってくださるというじゃありませんか。少しでも皆さんに楽しんでいただけるような心ばかりの演目をご用意してございます。カラス、南中隊、どうぞ。